どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。始まりました。吉本新喜劇新名ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ今日のゲストお久しぶりでございます。はい、お願いします。まみみーもー、まみちゃんでございます。お願いします。ねえ、すいませんね、いつもね、あの月始めにね、ちょっと収録したりしますけれども、はい、ちょっとまあ僕とまみちゃんね、この前4ヶ月出てまして、はい、ねえ、それで話して、あ、まみちゃんごめん忘れてたわ、進撃ニュース撮らなあかんかいってね、ちょっと4ヶ月終わりでね、はい、ちょっと中旬ぐらいに、まあ、進撃ニュースあげますけれども、すいません、はい、いつもよろしくお願いします。ねえ、まみちゃん、今回はね、ちょっとニュースが豊富すぎて、はい、もう、削ってね、なんとかもう 4,5 本ですか、はい、ありますけど、まあ、ちょっと倍ぐらいありましたからね。そうですね、10個以上は、はいはい、何個かをちょっと来月に行くと思います、はい、皆さんね、どんなニュースが厳選されたのか、ね、はい、皆さんね、ぜひ楽しみにしておいてください。では進撃ニュースいい感じでお願いします。どうも皆さんこんばんは。吉本新喜劇ニュースのお時間がやってまいりました。今日も明るいニュースだけをお届けいたします。本日もお相手は前田真美さんです。お願いします。お願いします。では最初のニュースです。吉本新喜劇祭り2022が大盛況で終了しました。10月10日当日はお昼の12時から7時間の YouTube 生配信を行いました。なお YouTube 動画は新喜劇チャンネルでご覧いただけます。皆さん温かい5000円ありがとうございました。では続いてのニュースです。はい、森助さんが田畑くんとイベントしますとツイッターで宣伝した際、場所、時間、チケット料金は書かれていたものの日にちを入れ忘れており、いつあるんですかと質問が殺到しておりました。森助さんと田畑さんのイベント、タワモリハウジングは10月25日ザザハウスで開催されます、はい、いやすごいですね。ネタバトルでもね、コンビを組んで結構ネタやってますんで、はい、いよいよ単独イベントということで、これね、まみさん、ゲストがすごいんですよね。はい、ゲストがエルマパンゲさんと金属バットさんです。いやすごいゲストの方たちですね、本当に。皆さんね、ぜひともタワモリハウジングお越しください。では続いてのニュースです。前田真美さんが舞台で少しでも細く見せたいと着圧ストッキングを愛用しており、いつものように履こうとした時、はい、着圧がきつすぎて右親指が曲がってはいけない方向に行き捻挫しましたちなみにその着圧ストッキング、はい、魔法のキュットスリムは吉本の美容番長シルクデンさんから教えてもらったそうです。なるほどですね。これはすごい、いや大丈夫ですか。まず4ヶ月で、はいはいはい、ご一緒した際に、あ、そうですね、履いてたんですか、はい、あの時ね、はい、ホテルマンの配属で、はい、着圧ストッキングというのはこれ細く見せるストッキングですか。あ、そうなんですよ。普通のストッキングはこう、はい、あ、伸びますよね。着圧ストッキングはもう、はい、あまり伸びなくてこうキューッと引き締めてくれるものなので、締め付けて、はい、それ脱ぐ際に、そうなんです、履く際ですね。履く際ですね、なるほど、はい、もう履く際にもどっちでもええわということですけどはい、はい、とてもいいものなんですが、はい、私の履き方が悪くて、はいはい、ちょっと捻挫してしまったと。捻挫、はい、ここしてしまったんですが、もう1週間経つんですが、はい、未だにペットボトルを持つ時も、はい、もう痛っってなるんですよ、はい、前田真美さんお大事にでは続いてのニュースです。はい、親泊さんが高級カメラを購入し、残夜スタッフさんの素敵な写真を撮りまくっております。ちなみに親泊さんの携帯の待ち受け画面はお気に入りの吉田豊さんがカップラーメンが出来上がるのを待っている時の笑顔らしいです、ね、これすごいインスタグラムですよね、はい、ぜひ皆さんチェックしてほしいんですが、親泊さんご本人から、はい、ね、なんかメッセージがあるみたいで、前田さんお願いします。はい、このニュースを見てくれた人全員僕の SNS フォローお願いしますとのことです思っきり宣伝に使われてますね、これ進撃ニュースね。いや、ありがたいことですよ。皆さんぜひね、親泊さんのインスタグラムのフォローお願いします。ここで前田さん、緊急ニュースが入ってきました。お願いします。はい、ここで緊急ニュースです。はい、お願いします。柳浩二さんが吉田豊さん、前田真希さんご夫妻のお子さんを可愛がるあまり、写真を携帯の待ち受けにし、この子、わしの孫でんねんと周囲に言い回っていることが分かりましたこれはすごいニュースですねこれは誰からのニュースなんですか、これは。こちらはですね、はい、吉田豊さんチームでございます
もうすごいですね、吉田豊さん、これは。はい、ねえ、前田真希ちゃんも。これもう、尼崎ではもう、これ、柳師匠の孫だとなってるんですかね。そうですね、もう、はい。はい。生まれたとなっています。で、前田さんはなんか、柳師匠にお会いしたら、何やらいろいろ言われるみたいですね。そうなんです。はい、最近の、はい、子供の写真をくれと毎回言われますもうストーカー行為じゃないですか、これ、はい、全部行事知ってるんです面白いニュースですね、プールに入ったとかね、初デスクとか、はい、面白いですね、これねまあ、この言葉がどうか合ってるか分かりませんけれども、とにかく柳師匠、初孫おめでとうございますというわけで、お疲れでした。ありがとうございました。まみちゃん、ありがとうございました。最後の緊急ニュースはね、はい、まさかの柳師匠ということで、はい、すごいですね。ほんまになんか嬉しいんでしょうね、柳師匠。そうなんです。もう可愛がってくださっても。でも、早く早く新しい写真とか見たいんでしょうね。そうなんです。成長っぷりとか。最近どうやって。うん。今、携帯持ってるか写真ちょうだいって見たってしゃあねえそうなんです、ね、柳師僕もね先ほどねちょっと見させてもらいましたけど、はい、もう豊か兄さんそっくりのそっくりでございますから、いや可愛らしい、ありがとうございます、可愛らしいですね、これはね、成長が本当楽しみですよねごめんね、まきちゃん勝手に見させていただいてすみませんねいやすごい、いや本当にニュース豊富で、まあ親泊まりくんのね、ほんまにあのインスタグラムこれ皆さん見てください、めちゃくちゃいい写真ですから、そうなんですよ、ほんまにみんな座員さんのみんな写真めっちゃいい写真ですから、自然な写真とか ねこうカメラ目線じゃないのとかも、そう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 、素敵な笑顔のね写真が多いですから、皆さんぜひぜひフォローお願いします。で、タワモリのね、はい、イベントもやりますんで、はい、ね、25です、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、祭りもね、新劇祭りもちょっとさらっとねご紹介させていただきましょう、はい、いやもう大盛況で、すごいですよね、ほんまにチケットも速完してね、はい、オンライン配信も初のねやって、すごいです、お出迎えとかもね、ありましたね、豪華で、はい、あの皆さんね、もう高井兄さんとかヒロ兄さんとか、はい、中条さん、忠さんとか、はい、みんなでお出迎え、スーツと着物でね、そうそう、ゆうきりなさんとかね、はい、もうみんな、そうそうそう、うん、あと、金丸ちゃんがね、あの物販で、あのなんかあのドリンク売ってたみたい面白いっすよね、あれものすごい売れたみたいですね、あ、すごいね、はい、そりゃみんなさ、群がるわ、それは、買いたがるよ、それは、はい、ね、ぜひ皆さんね、来年も多分しげますがあると思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、で、まみちゃんのやつは、これいつ治るんですか、これは、そうなんですよ、ここね、はい、はい、ちょっと治る気配がまだないんですけどでも本当に細く見えるんでおすすめです、うん、そうなんや、そうなんです、私の履き方がちょっと間違ってただけで、なるほどね、はい、あ、俺 今気づいた、え、足の親指とかじゃなくてこっちの指をほんまに、あ、手です、あ、手の方、はい、あ、脱ぐときに、え、履くときに、履くときにこう、くって履くときにくって曲がったらあかん方向に曲がった、俺、ごめん、俺足やと思ったけど、あ、こっちなん、あ、指、手です、どんだけ力入れて履こうとしてたん、それは、力入れないと履けないのその分こうきっと細くね見えますから、視力姉さん怒られるでよほんまやほんま痩せやって、ね、怒られんでまたほんまにね、ほんとにありがとうございます、またまみちゃん、はい、来月もね新しいニュースよろしくお願いします、はい、また集めときます、ね、よろしくお願いします、今日のゲストは前田まみちゃんでございました、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんも最後に見ていただいてありがとうございました、ではまた来月、さよなら、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします、みんな鉄道でございました。